は以上で終了です。お疲れ様でした。消えない。なぜ消えん。あ、まさか。この油性ペンで書いてしまったというのか。でもなぜ、なぜだ、なぜこんなところに油性ペンがあるんだ。いや、今はそんなことは問題ではない。どうすれば消せるかだ。あー、あー汗が、あー汗が止まらん。あー、落ち着け、落ち着くんだ俺。こんな時のために YouTube で便利ライフハックチャンネルを登録しているではないか。便利ライフハックで解決できるはずだ。思い出せ、思い出すんだ。あ、あった。これだ。皆さんこんにちは。油性ペンで字を書いていたらテーブルに映っちゃって困ったことはありませんか？そんな時はこのわさびを使います。わさびを塗ってなじませます。あとはティッシュで拭き取ります。ガムがついてるではないか。いつ踏んづけた。ここに来るまでの電車か、廊下か、いや、トイレに行った時か。いや、今はそんなことは問題ではない。落ち着け、落ち着くんだ。こんな時のために YouTube で便利ライフハックをチャンネル登録しているではないか。便利ライフハックで解決できるはずだ。思い出せ、思い出すんだ。あー、汗が、あー、汗が止まらん。最後までご視聴いただきありがとうございます。この便利ライフハックチャンネルには明日から使える便利な裏技から一生使いたくない便利な裏技まで幅広く動画をアップしています。ぜひチャンネル登録をして新しい動画のお知らせを待ってみてくださいね。それでは次回もお楽しみに。